熱中症が懸念される季節になったのを受けて、サニーマートは昨日から移動スーパー徳島丸を活用した熱中症対策の啓発キャンペーンを始めています。今日は高知市ケラ地区で大塚製薬が実施している講座を受講し、熱中症対策アンバサダーの資格を取得した徳島丸の運営者が利用者にポカリスエットや啓発用のチラシを配布しました。私はもう運転も要しないから、もうほとんどことお米まで配達です。助かります。週に2回伺ってるんですよ。でも年間100回会うんで、家族に近いような熱中症を発見したことも何回もあるんで、今回この知識をしっかりつけて地域に密着とかできたらなと思ってます。大塚製薬からは5000本余りのポカリスエットが提供されていて、移動スーパー徳島では運行中の県内各ルートで順次配布していくということです。